ここは JR 大阪駅、今日は3月の17日の午前7時ごろ。開業まであと1日。ここから梅北新駅への乗り換え口ができます。ここから地下につながっていまして、そこから地下ホーム21番線からですかね、24番線までつながっているというわけです。開業まであと1日。関空特急春日号や黒潮号などはこの地下ホーム乗り換え口を利用することになります。こちらは JR 大阪駅の西側、神戸とか三宮方面ですね。ここにイコちゃんがちゃんと3月18日始発よりご利用いただけますということで、明日も来てみたいと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。ちょっとね、大阪駅見ていこうかなというふうに思っております。ここからダイヤ改正前日の大阪駅を見ていきたいと思います。大阪駅1番線、環状線に乗り入れる特急電車は今まで大阪駅を通過していましたが、今回のダイヤ改正により黒潮はるかが止まることになります。長いこと工事が行われたこの場所ですが、ついにようやく西改札口というものができまして、そこから乗り換えがすることができまして、地下ホームへの乗り換え口が購入できるというわけなんですね。このように JR 西日本からこのような図が出されております。そしてこの大阪駅2面4線の新しい地下ホームには最新式のフルスクリーンホームドアなどが導入されることになっておりまして、また実験的に顔認証の改札口もできるそうですよ。これはまたまた明日が楽しみです。ちょうどこの改札口がなかった頃はここ空いてたんですが、また明日からこの改札口付近混みそうなので、撮影は今のうちにという感じです。さっきは1番線と2番線を見たんですが、3番線4番線も少し見ようかなと思います。先ほど9番線10番線の方も若干見たんですけどね、あまり大して変わらなかったですね。ここからどんな感じになっていくのかっていうのはまた明日お伝えしたいところなんですけども、こちらもこのように梅北地下出口、こっちにはちゃんと書いてありますよね。西出口、出口とさらにはるか黒潮の乗り換え、こちらを建設しております。あと1日お待ちください。だとこちらが9番10番乗り場です。もちろん全てのホームに西改札口は導入されておりますが、こちらから地下ホームの様子を見ようかなと思います。このように言ってますが、3週間ほどぐらい前にですね、撮影した様子をどうぞ。こちらが新しい大阪駅を通過してみたの動画の方から引っ張ってきた動画になるんですけども、2面4線でありまして、今走っている方向にはフルスクリーンホームドアがありませんが、奥側にあることが分かりますよね。あまりにもまだ動画の尺が短すぎるので、他の動画を追加しようと思います。ここから神戸方面向けて行こうとしたんですけどね、こちらキハ85系による飛騨25号というのが走っております。こちらは本日ラストランという風になっているんですね。すごい人気があるようで、先ほどもホームにすごい鉄道ファンの方がいました。警笛を鳴らしてこのように神戸線の駅を通過してまいります。こちらは JR 兵庫駅です。神戸駅から一つ西にある駅、こちらは103系和田岬線 R1 編成というものが走っております。こちらも賑わってましたね。ということで、ご視聴ありがとうございました。